すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 全機無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 全機反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内で突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー、 12H ロスト、全機マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。11B ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブリーロスト、隊長任務を継承。周囲に敵機多数確認。機動形態への許可を申請。機動形態への移行を許可します。
通常通信システム通信システム ICU が空距離で前で開拓し、近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見ればわかるよ。破兵器否定、当該敵は目標ではない。速やかな排除を推進。簡単に言う、レーザー通信回復。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2Bさんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う。単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから、外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。
何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。スキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。トゥービー。生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。
何？旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。工場を探索したけど目標らしき兵器は発見できず、もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは、ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。
遠距離通信応答なし。倒せばいい。これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。警告。敵兵器による下方向からの攻撃。推奨。退避。
司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。推奨当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置が止めること。うるさい、いいから出して。トゥービー言って、黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲、 2B の承認を求む。お願い、分かった。
すごく強引な戦い方ですね。トゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいです。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。編成を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。作戦は成功でしたね。敵大型兵器は破壊され、敵支配地域への侵入経路が確保されました。今後の 9S。 はい、ありがとう。最後に私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。ごめんなさい、その記憶を僕は持っていません。あの地域は通信帯域が細かったですから、多分あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていません。そう。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。西暦5012年、人類の華やかな歴史に突如終わりが訪れた。外宇宙から飛来したエイリアンによる侵略、異星人たちの繰り出す兵器、機械生命体によって人類文明は壊滅。生き延びたわずかな者たちは月に逃げ延びることになった。西暦5204年、衛星軌道上に敷設された基地群よりアンドロイドを使った反攻作戦が開始される。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお決定的な打撃を与えるには至っていない。この膠着状態に陥った戦況を打破するために君たちヨルハ部隊は存在するのだ。最終決戦兵器としての役割を果たしてほしい。は
承知しております。健闘を祈る。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。聞こえますか？これで問題ありませんか？ありがとうございます。これでオプションの設定は完了です。あれ、自爆許可の項目が消えてる。ちょっと待ってください。すぐに復元できるので。僕が設定してもいいんですが、一応規則なので 2B さんが設定してくださいね。OK です。いざという時は身を挺して作戦を遂行する必要がありますからね。設定が終わったらこの画面を終了してください。おはようございます。司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。そう、心配はいりませんよ。僕たち 9S モデルは優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。 9S。 何でしょう？継承はいらない。え？私の名前に3はつけなくていい。はい、わかりました。そうだ、司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。 2B さん、あ、いや、 2B。
データをセーブするにはアクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。ああ、2B か。メンテナンスは終わったのか？はい。ブラックボックスの暴走による敵殲滅、あまり無茶をするなよ。はい。メンテナンス明けで悪いが任務がある。地上にいるレジスタンスたちと合流し情報収集をしてくれ。あれ、レジスタンスとの連絡役には別のヨルハブ隊員がアサインされていたんじゃ？専任の担当者とは連絡が取れていない。その原因究明も兼ねて現地調査を頼みたい。了解しました。地上ってことは飛行ユニットで移動ですね。格納庫に行きましょう。飛行ユニットの運用コストは高いからあんまり使わせてもらえないんですよね。もっと安い機体を生産すればいいのにな。この先が格納庫ですね。行きましょう。2B のような戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか？現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。はーい。2B さん、今回から新装備が搭載されています。使用方法を表示しますので確認してください。了解。Thank you.
目標地点を確認。マップにマーク。推奨。目標地点への移動。情報によると、この付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。最近、こういう敵が増えたみたいで、ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう。ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。バンカーよりマップデータを入手。システムメニュー上で表示可能。マップデータですか。衛星から取得できる解像度が荒くて、あまり正確な形状が把握できないんですよね。新しい衛星が配備されるといいんですけど。大体わかればいい。意外とたくましいですね、トゥビーは。お前たちは2号。あれ、トゥビーのことを知ってるんですか。いや、バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。目標地点の情報を入手。マップにマーク。
ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーター XO より 2B さんへ。定期連絡の時間です。こちら 2B、 異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか？問題なし。それは作戦に関係する情報？いえいえ、そうではなくて、天気がいいと気分がいいのかなーなんて。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。トゥービーさんらしいですね。それではまた。武器屋さんが言ってたのはこの辺りですが、機械生命体を確認。しかも適正反応があります。これで全部かな。武器屋さんに見てもらいましょう。中央エリアはかなり植物の侵食が進んでるな。サイズもかなり大きい。情報、人類退避後植物の巨大化現象を確認。でっかいイノシシとかいたりして。よし、これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりましたね。雑用って大変ですね。地上のレジスタンスは
ヨルハ部隊にとっても大事な同胞。彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務だから文句を言わない。はーい。